妹、夕方の、犬の散歩よろしく。めっちゃ前行ったばっかなんですけど。妹、あのさ、もう姉ちゃんさ、あのこの口紅もう使わないからあげるよ。え、いいの、もうあげる。やった。姉ちゃん何読んでんの？ああ、小説。そんな好きなんだ。うん、姉ちゃん小説好きなんだ。へえ、意外。うん、ちょっと見てみた。あ、いいよいいよ。あ、妹、そういえば小説は私の。あ、今読んでる。なんちって嘘で、それもなんだかんだっていつもビビってんで。